マイって何する人だ。扇子投げて尻尾で燃やすキャラ。扇子投げて尻尾で燃やす、なぜ脱ぐかは本当にわからない。でも新キャラ欲しいな、もう。もう欲しい。あ、もう次の、あれ次マイですか。次マイ。マイか。マイはちょっと気になるな。全然知らないんだよな。いや、私も知らないけど。え、マイってあれじゃないの、なんか分身して、あれ違うか。もうむずそう。あれ違うっけ、みんな。あれ分身して、その分身の派生を動かせるか動かさないか判断するみたいなのが前だっけ。あれ違うキャラだっけこれ。え、ごめん、違うかも。めちゃめちゃ職人っぽく見える。俺なんか KOF 見たんだよな、前はどういうキャラですかみたいな。あ、それ別のキャラ。あ、違うかも。マイって何する人だ。え、みんなマイって何すんの、あいつ。何キャラ、玉キャラ、コマ投げじゃないでしょ。コマ投げはやだな。扇子投げて尻尾で燃やすキャラって言ってる。扇子投げんだって、とりあえず。扇子投げて尻尾で燃やす、全くわかんないな。後者がわかんない。次はでも前でしょ、エレナじゃなくて。うん、エレナ最後じゃない。うん、のはず。じゃあ結構道義寄りなんすかね。え、扇子投げて火出して、確かに波動拳ってこと。波動、まあ弾と。え、トンオリあるらしいよ、波動持ちのトンオリ。ちょっと無理かもな。波動持ちのトンオリ強そうだけどな、ね、でもさ、テリーが こんぐらいさ、なんかマイルドじゃん、強さが。マイがめっちゃ強いってことあんのかね。まあ、ちょっとなさそうね。なさそうだよね。あ、なさそう。追加キャラちょっと控えめですよね、なんかね。ね、新作のさ、ガローの方のコスチューム、クソエッチだったんだよな。へー。ライダージャケットのやつ見た。あ、違う、テリー見てほしい。え、マイ、マイ、え、マイ見てない。お、ガロー伝説新作マイ出てきたよ。あ、これか。え、1ヶ月前ぐらい。え、このフチかマイ。これなんて読む。知らぬいじゃないですか。知らぬいなんだこれ。おい、お前やばっけ。いやいやいや、フチかやんだって。フチかやめてね。いやいや、フチかやんだって。日本人の8割はフチかって呼びますよこれ。いや、知らぬいだろこれ。いや、フチかです。え、でもすごいセクシーかも。すごい。よくない？このなんか。これすごいな。してるのがいい。なんかかっこいいダルシムみたいな相手出てきた。え？すごい英語フェアウェイって言ってる。マイって何すんの？見てみよう。え、やばい。ムササビのマイとか言ってトンゴリしてるわ。私の配信ではさないから、見たい人はアリケンさんの配信行ってくれ。ササビです。ほら、ムササビの前に。こういうキャラなんだ。てか、画廊伝説って俺の中の知ってる画廊がさ、パチンコの画廊なんだよね。まあ、ありそうではある。それは関係ないか、さすがに。関係ないやつじゃないの。で、画廊の字が違くない？あっち、牙でしょ。確かに。なんで打ってない私の方が詳しいんだよ。詳しいだろ。いや、だって勘だ、パチンコ。漢字なんて気にしたことないから。え、なんかすごい飛び跳ねてるよ。飛ぶっすね。ほら、これやば。何これ。まあ、でもさすがに変わるんじゃない？ちょっと。さすがに。お。お。え。えー。えー。えー。なぜ脱ぐかは本当にわからない。エッチでいい。ね。エッチだからいいです。こういうキャラらしいです。確かに。こっからあの服装に行くのちょっとエッチだね。このまま来てほしいな。このまんま。強そう。どれが？この見た目？うん、フチか。知らぬいだっつってんだろ。面白そう。すごい。だからどうなんだろうね。KOF 勢はさ、KOF でストリートファイターもやってる人は、テリーはやっぱそのまんまなのかな、感じは。さすがに違うんじゃない？違うんかな。なんかやっぱさ、輸入キャラじゃん。うん、だから KOF 勢は満足してんのかなっていう、このテリーに。聞いたことないかも。演出とかは凝ってるとは聞くけどね。へぇー。ね。押さないねー。いや、ギリギリ。指ねじ曲げました、今。ネキョってした。ネキョってし止めたグラップを。おもろ。いや、くっそ。こっちらワンちゃん。えら。うわー。お、止まんじゃね、玉で。うわ、止まんね。危ねー。玉の手あるし。
確かに OD だったらワンチャン止まるな。ふわっと。うわーどこ死ぬか。これ最近ホットなんだよ、この何もしないっていうね、飛んでテレポも何も。あーなるほど。そうふわふわ降りていくだけでむずいっていう。ヨガヨガ、やっとできた。あー、届かないの。むずいんですよね。うわ、え、あーもう最悪だこれ。ムカつくよなそれ。うお、マジ？うま。よし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 。いやでもきついな。えら。きつっ。いやー無理ー。もコパンで落ちたら投げパニ、そのパニカンのさ、パリの硬直が伸びたからさ、様子見マジでいいんだよな。困惑、困惑したね。やばすぎる。俺も分かんないからねあれ。知らない誰し見た。なんかでも感慨深いな。レン君がこうやって JP 動かしてんの。対空からの設置がままならなかったんだよ最初の頃は。まあそもそもモダンやったし。懐かしいあの頃が。もう今ではこんな設置から投げ勝ってフルコン入れてリーサルも決めちゃって、もうすごいな。アリゲンさん一人で布教してたっすもんね、ストしてたけど、でも5の頃は、まあでもこれはでもゲームがすごい、うん、マジですごい、本当に思う、うん、モダンもそうだし、そもそもおもろいしね。てかやっぱまあね、モダンはいいね。ちゃんとでもこうやってさ、最終的にはクラシックに来るわけじゃんみんな。確かに。やっぱそれがいいよね。てかモダンでも全然マスターとかまでやってる人いるしやん。ね。息子さんもまあめっちゃ早かったけど。そうでもさ、その変身を私はまだ残してるって状態でモダンできるのよくない？まだ私にはクラシックという選択があるみたいな。まあ、でも雰囲気モダンで感じ取るの大事よな。うん。格ゲーのね楽しいところをまず知れるから。最悪だ。ある。あやばい。あーマジで、ま、マジ頑張れ俺。これ大事。おお、うわー、うわー、おやすみアリゲンさん。じゃあふて寝しまーす。はい、お疲れです。おやすみ。レン君強くなってますわ皆さん。それじゃあおやすみなさい。